マンションに囲まれているミャンマー大使館ミャンマー大使館と背後に見える神戸西高東京本社中日ミャンマー大使館はミャンマーが日本の首都東京に設置している大使館である第二次世界大戦中現在の東京都品川区北品川3の3の2に相当する場所に中日ビルマ大使館が置かれていたが米軍による東京大空襲で全焼したその後 ビルマはイギリスに、日本はアメリカ合衆国に占領されて、外交試験を喪失し、非面両国間の大使交換も停止した。日面両国が再独立した後の1954年11月5日、当時ビルマの首都であったラングーンで、日本国とビルマ連邦との間の平和条約が締結され、日本とビルマの両国が国交再開に合意した。1六十二年、 ビルマが大使館の用地として土地を購入、取得する。1989年6月18日、ビルマが国名をミャンマーに解消して、これに伴い東京の大使館も中日ミャンマー大使館と解消された。2016年1月25日、大使館でミャンマー独立記念日、祝賀会及び中日ミャンマー大使館新築記念式典が開催され、 ワナマウンルイ外務大臣、トゥレーン、タンズイン大使、ムウヨ幼ジ外務副大臣らが出席して、着実な進展を見せる非面両国の友好関係を祝った。2021年2月1日に、ミャンマーで断交された、事実上のクーデターを受けて、同年3月6日、中日大使館に勤務するウワウン総猛一当初機関と、同エンドラ単二当初機関が選挙に基づかない、政権交代を、 フェイスブック上で公然と非難し、市民不服従運動に合流することを宣言。遅くとも同年5月20日までに大使館は軍政の正当性にことを唱えた両書機関の外交官資格を剥奪して大使館敷地内の住居から締め出した。2020年12月17日より総半が特命全権大使を務めている。総半大使は外務次官経験者である。 2019年から2020年にかけて駐日大使を務めていた民党も外務次官経験者であった。また、2005年から2010年にかけて駐日大使を務めていたフラミンは離任後の2011年から2016年にかけてヤンゴン市長として奉職した。ありがとうございます。